前節7試合ぶりに敗れたホーム横浜 F マリノス、しかし今節も勝って川崎が引き分け以下ですと優勝が決まるという設定は変わりません。3年ぶり5度目のリーグタイトルなるか。アウェーの岩田はここ7戦未勝利、非常に厳しい残留への道なんですが、まだ4試合残しています。今日勝てばその後は残留争い3連戦直接対決が待っています。2022明治安田生命 J1 リーグ第27節延期試合、日産スタジアムから横浜 F マリノスジュビロ磐田の一戦をご覧いただきます。中盤から前が中田さん、今日はちょっと変わってますね。そうですね、はい、中3日っていうところもあると思いますし、はい、まあ、より得点を奪うっていうところで、まあ、レオセアラで中川ですよね、はい、を生かす、まあ、あとは西村もそうです。西村も得点に絡んでいける選手だと思いますので、まあ、藤田渡辺のダブルブランチがね、いかにこうボールを散らしながらサイドにボールを振りながら背後を狙いながら攻撃していくかっていうのは一つポイントになると思いますね。で、磐田の方はですね、中盤から前はこの間と一緒なんですが、はい、後ろですね、大井ベンチスタートで森岡伊藤山本という乗り道なんですが、うん、後ろ変えてきました。小池龍太の右、水沼がスルー、西村が残し、藤田ワンタッチ、後ろから長戸が来る、正面相手藤田打つ、ナイスキーパーオンターゲット、藤田ジョエル千葉です。で、一度外に振ってもう一度、ね、中川から帰ってくるんですけども、非常にコース狙ったいいシュートだと思いますし、まあ、それに対して三浦もね、しっかりとボールをよく最後まで見て弾きましたね。さあ鈴木優斗、後ろ向きから前に出す、取った。さあ山本浩介から大戸、敵陣で取りました。そのまま踏み込んでパス、西村だ、レオセアラーから西村、うん、踏み込んできました。小池がタッチライン側にいます。通った、西村打つ、左側に中川もいました、ただ打てると見て打ちました。初めてぐらいこのボランチとディフェンスラインの間ですよね、はい、そういうところ前向きに西村行くことができましたから、はい、さあこれはどうだ、頭中川、狭いところ通す、水沼入った、水沼が浮き球、とヘディング、これは取りました三浦。最後エドワルドがいました。その流れで今度は水沼ではなく長戸が真ん中、コース変わった、クリアした、クリアした、まさに決死のクリア、決定機でした。エフマリノス鈴木ですかね、はい、アクセルは踏めませんでしたが、マイボールになります。遠藤のパスです。ジャメイン、さあ4対3になっている。ジャメイン打つ、こぼれた、こぼれた、金子ギリギリで高岡、このワンチャンスを狙っています。岩田、ジャメインとしてはね、得意の角度でしたからね、思い切って。ここで岩田は2人用意します。古川、松原、こうです。マルコスジュニオ、浮き球のパス、縦にボールをつけます。今つけたのは遠藤でしたか。さあこのボールはどうだ、古川のドリブル、松原、こうが左ゴール前に大津、マイナーチャンスの古川、反転打ちました。だったと思いますけどね、ここで古川、ね、仕掛けながら松原光の、ね、上がりを待ちましたし、ここで下げといて松原もよく古川もう一度使いましたよね、まあ、マリノスのディフェンスライン下げといて、で空いたスペースにもう一度古川使って、まあ、ファーストタッチ少しね後ろ向いてしまったんですけども、思い切って打った結果ゴールになりましたね。
まあ、ただこの状況でよくワンステップで古川も打ちましたね。はい、ゴールキック、試合終了の笛です。ジビロ磐田勝ちました。残り4試合、残留争いのシビアなこの4試合の頭、首位撃破、0対1、カウンター、若い古川の一撃、ジビロ磐田勝ち点を28に伸ばしました。これで奇跡の残留へ向けて一つ望みがつながった形です。